やっほー、ただいま。皆さん一日お疲れ様です。うん、どんな旅でしたか？寝不足でしたね。なんかなんかあんだけ私寝るのが得意なんですけど、なんかめっちゃなんか寝たり起きたりを繰り返して、ちょっと寝不足の旅でした。なぜかわかんないんですけど、全然寝れなくて。ありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、すぐ寝ようとする。眠いんですよ。ありがとう。不眠症？まさか。この寝るで有名な中村がそんな。雪？あ、なんかさ、そう、私だから新幹線何回も寝たり起きたりしてたから、なんか窓の外を見る機会があって、なんかめっちゃね雪降ってた。広島はね降ってなかったんだけど。そう、めっちゃ雪、なんかあれですね、結構寒波、寒さがすごくて。いや、分からん、どこら辺やったんか分からんけど、富士山過ぎて何十分か後かに雪の景色を見た。どの辺かは分からん。あんまり意識してない。岐阜名古屋、どこなんじゃろ。寒い。なんかね、急なっていうか、まあ冬だからしょうがないんですけどね。地理苦手か。うん、じゃないよ。肌ツルツルだけど、どんなスキンケア？あのね、中村もうマジで本当にスキンケアに力を入れようってここ1ヶ月ぐらい思って頑張ってるんですよ。マジでもう超力を入れようと思って、もういろんなもの塗りまくってます。クリーム。そう、頑張ってます。綺麗にしたくて。効果、いやでもそんなですね、まだ初めて浅い。何塗っているのか知りたい。もう何を塗ってるのか分かんないですよ。なんか分かんないもの塗ってます。なんか病院に行って全部支給されたものをもう塗るんですけど、何が何の役割してるのかは全然分かんなくって、でもなんかそこの病院で1ヶ月のスケジュールを出してくれて、でこの日はこれを塗ってくださいみたいな感じで、なんかいっぱいもうクリームをいっぱいもらって、それを今日はこの何番のクリームと何番のクリームをみたいな。何の効果があるクリームなのかも分かってないんですけど、そのスケジュール通りに朝夜のスキンケアみたいなをやってる。
皮膚科に行ってやってますね。皮膚科でもらってるクリームとかでやってます。でなんかもう冷蔵庫保管みたいな、結構ちゃんとした感じのね、ガチスケジュール守れてないあんまり。そのだから遠征とか行ったりしたら結構しんどい。保冷バッグに入れて持って行ったりするけど、なんかねめっちゃ乾燥するんですよね冬、大変。特にメイクとかしてたらもうメイク塗りが悪くなっちゃうんで。だるまありがとう。ね、この時期ね困るよね。わかる。オフショットよかった。インスタにもうなんかさ、私なんかインスタの投稿のなんかあれがよくわからんくてさ、なんかめっちゃね悩んで悩んで投稿するんですけど、そう多分投稿頻度はめちゃくちゃ低いんですけど、ちょっと地味にやってるのでぜひ見てください。はい、なんかさ結構インスタってさ、こうパッて見た時にこうパパ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 パってこう写真が一気に見えるじゃないですか。だからなんかバランスが大事みたいなをさ聞いてさ、あと何を一枚目に持ってくるかとかさ、だからめっちゃ考えながらやってます。心の底からいいねありがとうございます。我々は全然何でも嬉しい、ありがとう。コメントよかったらしてください。コメント見てるので。ありがとう。とといラブカミありがとうございます。いやね本当にもういつ絵を戻そうか迷ってますけど、まだ戻してないよ。いやあのアーカイブにあるんよね全部、決してはなくって、はい、まあね、こうやってスクロールしないと見れないところまで行きたい本当は。いや戻すつもりではいるんですけどね。今すぐにはちょっとね見れるよ見れる見れる。お風呂上がりです。もうごめんなさいねお風呂上がりばっかりで。うまいね。
電気ストーブつけてるからなんか顔がなんかオレンジに見える。スピン好き？嬉しいよ、本当にそんなことを言ってくれてありがとう。お土産なんか買って帰った？買ってないよお土産。なんかさ、東京とか行ったらさ、東京土産って何なの？私東京土産とかってよく分からんわ。何が東京土産なの？東京バナナ、え、やっぱ東京バナナなの？東京バナナなの？そうなの？いや東京よく行くよ。何なんだろう、なんか東京土産って何なんだろうなって考えた時さ、全然分からんくてさ、か、え、何、雷おこし、そうの、何雷おこしって、あのあれ、あれですか言葉で説明難しい、硬いやつですかね、こう固まってるやつ、おこげが固まった、おこげ、あのひなあられじゃなくて、なんかそういうやつを固めたみたいなやつ、え、東京土産なんだ、へえ。鳩サブレーだって、鳩サブレー、何鳩サブレー、鳩のサブサブサブレー、鳩サブレー、浅草？それは鎌倉。え、なになになに？鳩サブレーは鎌倉だね。鎌倉がどこかもんから、神奈川県？ね、なんかさっき鳩サブレー警察みたいなのいたよ。大丈夫そう？触れていい問題？なんか神奈川県だよみたいな言われるんだけど、ちょっとすいませんでした、大変申し訳ございませんでした。なんかあるから、あのこれどっちの問題みたいな、警察いるここ警察いるから、鳩サブレー警察がしっかりしなきゃ。ごま卵、あ、聞いたことある、ごま卵、ごま卵聞いたことありますよ。一押しです、そうなんごま卵。トラヤの羊羹。ああ、トラヤね。はい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 。え、東京なの？ね、私あれが大好き。なんかバターサンドみたいなやつ、あれ東京なんかな？なんか東京かどうかわからんくて、中に、あ、これぐらいの厚さで、これ伝わるかな？これぐらいの厚さ。これぐらいの厚さで、こう上にクッキーで、あ、ちょう、あ、正方形でこうクッキーでこうクリームが中に入ってて、あ、レーズン入ってない、レーズンは入ってなくて、中になんかクリームとソースみたいなのが入ってて、プレスバターサンド、それプレスバターサンド、それそれ、なんか黄色いソースみたいなのが入ってて、
あれ東京じゃない、え、あれめっちゃ美味しい、本当に美味しい、あれ東京駅じゃない、東京のお土産じゃない。デザインはなんかグレーの箱に入ってる。美味しい。え、なんか千穂ちゃんが美味しいって最初言ってて、食べたら美味しかった記憶がある。なんか差し入れとかでいただいてて、ライブとかでの時に千穂ちゃんがこう言ってポッて、これ美味しいからって言ってて、ずっとで取りなみたいな感じでで食べたらめっちゃ美味しくって、千穂ちゃんね、なんかね可愛いの千穂ちゃん。なんかあのアイドルズ1日目の時にもうあのお腹がすごい多分空いてたんですよ。ご飯をあんまり食べれてなくって、すごいお腹が空いてて、千穂ちゃんがすごいお腹が空いた、お腹が空いたってもうずっとずっと言ってたんですよ。本当にもうなんかちょっとなんか間があるたびにお腹が空いたってもうずっと言ってて、本当にもう何回も聞いたんですよ、そのお腹が空いたを。で、あのみんなでご飯行きましょうってなったんですよ、そのアイドルズの日初日にね。で、あのご飯行きましょうってなって、その行く途中もお腹が空いたって、レストランに入ってからもお腹が空いた、もう本当にお腹が空いた、お腹が空いたって、席に座ってからもお腹が空いたってずっと言ってて、本当にお腹空いてんだなと思って、で、まあ、ご飯が来て、まあ、いっぱい食べて、でもうそっからもううわーうわーって食べて、でもう全部食べ終わった後にお腹がいっぱいって今度お腹がいっぱいの宣言をしてきて、私にめっちゃかわいい、お腹がいっぱい、もうお腹がいっぱい、もう全部報告してくれる、胃の情報を全部報告してくれるから、そうなんですねもうかわいくて本当に。そう、なんか最終的にはお腹がいっぱいって言ったんですよ。だから私すごい嬉しくって可愛い、全部教えてくれます。お腹が空いためっちゃ聞いたけど、お腹がいっぱいを最後に言ってくれたのが嬉しかったいや本当に本当にね、めちゃめちゃ可愛かったです。こうしてありがとう。アイドルズね、3人しか集まれなかったんですよ。ナッピさんが今回集まれなかったので、ナッピさんもね次回会えたらいいんですけど、面白いなんかね、2日目もお仕事の合間にあのランチってのを挟んでくださってて、であのそうみんなでご飯食べて、そうだから同じテーブルにキラちゃんとか、そうチアちゃんとかいて、でそう昼ご飯の時間作ってくださってたりして、そう嬉しい、みんなでカフェでご飯を食べました。あのね、原宿のカフェでご飯食べたんですけど、原宿行くまでにってか、その原宿のなんかどっかカフェ行ったんですけど、原宿っていっぱいなんかクレープがあるじゃないですか。でこれもまた千穂ちゃんがクレープに気をとらわれてて、ずっとクレープが食べたい、クレープが食べたい、でカフェに行ってカフェでご飯食べた後もまた出てきたらクレープクレープで、すごいクレープにね心を奪われてて、めっちゃ可愛かったですね。クレープが食べたいクレープ甘いものが、
そうずっとねクレープクレープの匂いに。え竹下の竹下通りって原宿ですか？分からん。クレープ結局食べなかったんですよ。ありがとう。なんかねでもね帰る時にもうこうやって立ち止まってクレープってなっててマネージャーさんがこうちょっと前でえみたいなクレープみたいな言っててクレープクレープえみたいなそろそろ行くよってかわいかったです。クレープでも結局クレープ食べられなくてそう。でもなんかそうなんかこんなに話して怒られないかな。なんかそうカフェ3人で行った時に3人っていうかその同じテーブル座っててで食べててで食べ終わった後にちょっと話してて千穂ちゃんがあの外にあったクレープ食べたいよねみたいな言っててでなんか私とキラちゃんはクレープが食べたいと今話していますみたいな言っててであそうなんですかみたいな。で外出てクレープって言ってて結局そうなんか買えなくってなんかちょっと悲しかった。 あんなにクレープ食べたいってずっと言ってたのに。やっぱね食後のね甘いもの必要ですからね。しかもさなんかその原宿何個かこうクレープ屋さんとか甘いものがあるからこうなんかこう行っててクレープってちょっと止まってで次の希望のチュロスがあってあーチュロスみたいなチュロス行こうみたいなどん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 そう次の希望が見つかるんですけど結局甘いものにたどり着けず。かわいい。もうなんか私はもうそれを見ててもうなんか癒されました。ありがとう。誘惑がえすごい。確かに原宿ってなんか誘惑がいっぱい。いっぱいある。買ったらダメなの？いや買ってもいいと思うんだけど、あの時間があんまなかったんかな。そうそうそう。そう結構並んでて。ラーメンの誘惑が AR かも。私甘いものにはあんまり誘惑されなくて、そのなんか食後は辛いもので終わりたいから。ラーメンは惹かれるね。マキマキありがとう。いろ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 行きたいですけどね。なんかそうねあんまりあんま行かんけんな。東京タワー、東京タワー行ったことない。
ったことないな。見たことはあります。あのなんかあ見えたみたいな感じで近くまで行ったことはないかな。スカイツリーは行ったことある。あの登ったことはないけど下から見上げたあの入場料高いくってで下から見上げて終わりました。でもあの麓まで行きました、スカイツリーの。そうめっちゃ高い。なんかね、しかもなんか料金がねちょっと土日とかでね変わるんですよ。でもそう、それは千穂ちゃんと行った。でもそれさ、やっぱ自力で行ったらさちょっと覚える。なんか浅草とスカイツリーって近いんやっての学んだんですよ。浅草に行ってその後スカイツリーが近かってあ行こうってなったんで、なんか自分で行かないと覚えないんで、そう、あ、こういう感じなんやなみたいな。そうですよ、電車でね。今はスイカを手に入れましたから。雷門見た？見た。でも門いっぱいある。あの雷門以外もいっぱいあるよね。なんか門たくさんあります、浅草。いっぱいはない、え、なんか何個かある気がするんだけど、なんか似てる感じの門ないですか？え、ない、そんなあったっけ。ないかね、なんか何個かあった気がしたんですけど。ないっぽいんだけど、ちょっと待って、なんかいっぱいあって気がしたんだけどな。観光客の方多い。あと外国からあの来てる方とか結構多いイメージある。ありがとう、ありがとう。あるある、行ったことあるよ。だってなんか浅草のそのなんか寺わかんないんだけど、なんかのところになんか煙みたいなが焚いてあって、それを浴びたらいいみたいなやつありますよね。なんか浴びたらなんかいいことあるよみたいなやつない？え、あるよね。なんか全然知らなかったんだけど、そう千穂ちゃんと行った時に千穂ちゃんがこれみたいな、これ浴びたら、これ浴びたらいいやつやって言って浴びに行ったんですよ。そう覚えてる。中間ぐらい、あ、そうなん、記憶が。ありがとう。東京観光してたか。いや、あの1年前ぐらい、2年前、いつだっけ、そんぐらい前の。そう、最近はしてないですね。うん、東京土産のは何なんだって話からこうなった。結果東京土産はなんだっけ、雷おこし、東京バナナ、鳩サブレーは警察がいるから気をつけないとダメだよ、ごま卵。
芋ようかん？ようかん？でした。バイチャラッポーの時間今のちょっと待って、誕生呼ぼう。りょんきゅうさん、まささん、なっつんさん、きなぴこさん、ちょっと待ってね、バグってる。きなぴこさん、アルフォートさん、マイキューめっちゃ可愛いからマイキュー大好きなコーラさん、広島港パセリさん、おっさんずさむさん、ぽんちゃんさん、くまねパパさん、ゆずきちさん、やまちゃんさん、テリーピーさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ、また明日。ちょっとタワーのお礼をさせていただきます。明日おやすみなさい、またね。また明日。おやすみ。ラビュー。またね。バイバーイ。明日は金曜日。ありがとね、見てくれて。